はい、どうもメスでーす。ということでね、本日もプロ野球スピリッツエースやっていこうと思うんですけれども、皆さん大会の後にこういう話ってよく聞きません？大会って超高速フェードで、その後にリアタイやると結構打てるよねみたいな、やっぱ大会のああいうね速い球というか高速フェードにこう慣れることによってリアタイってめっちゃ慣れるよねっていう話があって、であればですよ、今日思いついたのはその逆パターン。このグラフィック設定で今ね、高画質、フレームレート60、まあね、遠距離モデル、これちょっとよくわかんないけど高品質、とにかくこのね画質を低画質、さらにフレームレートをね 20fps にして、この遠距離モデルよくわかんないやつも低品質にして、このねクソ画質で慣れた後にリアタイ高品質に戻せばめちゃめちゃ打てる説をね、今日は検証してやっていきたいと思います。はい、逆パターンですね。速い球に慣れた後打ちやすくなる。であればクソみたいなこうね画質とかフレームレートでやった後高品質に戻せば、なんだこの最高の環境はっていう形になって打てるようになるんじゃないかと思って、今回のね検証やっていこうと思いました。ということで、まずはクソ画質の方でやっていきたいと思います。なんかあれだね、再起動しろみたいに出たんで、ちょっと一回再起動します。さあ、ということで早速リアタイやっていきましょう。これわかります？もうすでにFPS が20の環境がもう出てますね。このカクついてるの若干わかります？まあ FPS ね、皆さん知ってると思いますけど、フレームレートっていうのは1秒間だったっけな、まあとりあえずその一つの間隔でこういかにね、こう何枚の画像をこう差し込むかみたいなね、まあそういう簡単に言うとそういうような指標なんですけれども、まあ20っていうことはね、それだけカクつくということで、さあめっちゃ打ちづらいと思うときはやっていこう。なんかあれだね、でも画質の方はあんまり気に、あーでも汚ねえな電光掲示板汚かったね、今めっちゃ見づらい、あー汚ねえわ、あー低品質だこれこれね、一回ねちょっと横演習みたいな感じでやったんですよ。これね、投球のタイミングが合わせづらい、ガチで。あー汚ねえ画質マジで。ああでもいいね、タイミング合ってるね。はいはいはい、まあ投球はなんとかなるんですよね、投球は。あやべ、あやめてやめて、取れ、あもうやばいてガチで、あマジでこうね、20fps の影響でね、めっちゃタイミング合わせづらい。さあ問題はこっちですよ。見てこれ、これわかるかな、伝わる？めっちゃもうなんかカクついてるんだよね、きったね。おーっと、おはは、打ったよく打ったな。さあフェード見るよ。おーっと抜けないか、まあ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 。さあとにかくストレート狙い、外野前進。お、変えてくるか、変えてくるかな。きったね画質、こんな汚いんだ低画質って。まあまあ、いかにねこの環境下でしっかりやるかによって次のねこの高画質品質での成績に関わってくる。ここは真剣にやります。おっと、ああこれさ無理じゃない、これ実際。さあということで最終ですね、2回裏。いやー追いつきたい、簡単に負けたくないね、低画質とはいえ。なあ惜しい、いやー今の、いや惜しいな、あああ落ちないよね、あー追い込まれた、いやー厳しい。もう一球ストレートできそう、なんとなく。あーくそー分かってても、もう一球くるか、はいはいはい、ストレートか縦スラどっちか、絶対どっちか。ありがとうございました、くそー。いやー、まあ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 、ここが本番ではないです、ここからです。さあ環境をいつものものに戻しましょう。
さあ、ということでね、環境をすべて戻して今再起動しました。はい、行きましょう。いや、もうめっちゃなんかスムーズ。なんだろう、低画質、高画質はそんなに関係ないかもだけど、この FPS だいぶ違うね、60と20じゃ。すごい滑らか。うわー、もうなんか打てる気しかしないんですけど。あ、もうこれ勝ったわ。かわいそうに次当たる方。勝っちゃった。あー、のりもすさんでやばい。嫌いです、のりもすさん。さあ、ということで高画質バージョン戻ってまいりました。よろしくお願いします。うわ、めっちゃ、いや、全然違うな。うわ、もう超綺麗。こんなに違うんだね。うわ、見て、滑らか。うわ、すげえすげえ。なんかスーファミからプレステ買った時の感動みたいな、それに近い。はい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 。いや、もう負ける気しねえな。ガチで、則本さん打てるかどうか怪しいけど。あ、やばい。危ねえ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 。OK。さあ、これは大丈夫でしょう。よーし、ナイスコース、よしよしよし。さあ、打ちまくるよ。低画質でね、このいじめ抜かれたこの目、高画質 60fps でどれだけ打てるのか見える。おい、こういうことだよ。もう見える、すごく見える。あー、最悪。もう、則本さん、やだ。則本さんじゃないと欲しくて。うわー、ダリー。ちょっと。いや、待って。これ、ちょっと再検証したいけどね。じゃ、則本さん、打てねえんだって。ひどいよ。則本さん当てんのは。やっべえ、あーあー。ということで、甘く入ったカットボールをぶち込まれました。やばいです。やばいです。これはなんとも中途半端な結果に終わってしまう。やばい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 。終わらせるわけにいかねえ。こっから打ちまくる。どう？いいんじゃない？はい、ナイス！オッケーオッケー。とりあえず、まずは行ってみるよ。ストレート狙いたいんだけど、なかなか投げてくんないね。うえーい、来たー。やったー、こういうことですよ。うん、弱気になってたけど、なんかよくわかんないけど、さよなら勝ち。うん、はい、適当に振ったら当たりました。いや、でもやっぱりこうやってね、いいんじゃないですか。皆さん、ぜひね、この低画質から高画質にすることによって、めちゃめちゃね、なんか今の環境により感謝する。うん、この高画質 60fps の環境にめちゃめちゃ感謝するんで、一回ね、こう低品質プラス 20fps でやってみること、あんまりおすすめはしないです。はい。